都学史神社は、長野県長野市北西部の都学士山周辺に、以下に記すス社を拝する神社。旧社格は、国平商社。一説には、現在の奥社の創建が、高原天皇五年とも言われるが、旧統竜社の創建はこの奥社よりもさらに古いとされている。伝承では、この地の地主神である旧東流大臣が、天ネタ寺からの命を迎え入れたと言われている。縁起によれば、 いいずな山に登った学問という僧が発見した奥者の地で最初に修験を始めたのが歌唱2年とされている。また、日本初期の天向きには684年美濃をシナノに派遣して地図を作らせ、翌685年に阿蘇三人を派遣して仮の宮を作らせ、691年に児童天皇が死者を使わし、シナノの国の津波、 水内などの神を祀らせたとされていて、この水内の神が、戸隠神社とする説もある。当神社の御神体である、戸隠さんの名称は、アマテラス大臣が籠もっていた天の岩戸を、天た寺からおの命が、力任せに投げ飛ばした時、その一部が飛んできて、山になったという伝説から生じている。平安時代後期以降は、天大密教や真言密教と神道とが集合した、 神仏根高の都学士さん漢寿院兼三寺として、全国にその名を知られ、修験道場都学士十三国三千坊として、比叡山、高野山と共に、三千坊山山と呼ばれるほど多くの修験者や、三景者を集めた。平安末期には、霊場としての都学士は京の都でもよく知られていたらしく、両人秘書には、四方の霊言所は、伊豆の走り、品野の都学士、駿河の富士山、 宝器の大戦、と歌われるまでになっていた。当山の別当職であった栗田氏が、鎌倉時代以後は、山獄の善光寺別当をも世襲したこともあって両、寺は、関連を強め、参経者は一度に両方ともに参経することが、多かった。室町時代には、都学史神社で、天台、新言領衆の法論闘争が発生。応仁二年天台派の千清志法氏が新言派に、 暗殺された後、世に至って千吉の供養のため、宝永5年に千9 0 0車が建立され、村人によって毎年8月16日の注射の礼祭に千9 0 0踊りが奉納されるようになった。戦国時代に北信濃地域は信濃侵攻を行う。開国の武田晴信と北辰豪族の後ろ盾となった。越後国の上、杉謙信との騒乱に巻き込まれた。これによって。 戸隠神社と善光寺の別当である栗田氏が分裂するなどして両軍によって耐えず危機にさらされた。このため、首都らが約30年間にわたり、水内軍小川のイカダが峰に、帯名田氏の庇護を受けて移り住むなど苦境の時期であった。川中島の戦い当時は多くの主言者と信仰者集団を抱えていた戸隠神社や飯綱神社は、武田、 上杉両軍の双方にとって是非味方につけたい存在であり、主言者は広く各地の情報に通じ多くの人々を敬引し戦況を占い、何より薬草の知識は従軍医師としての期待が大きかった。このため善光寺や都学士、飯綱を味方にするか敵に回すかは極めて重要であったため、これらをめぐって戦火に巻き込まれ熾烈な戦闘が繰り返されている。 江戸時代に入り徳川家康から主因公戦国を与えられて、都各市山領が成立。同時に東永山寛永寺の末寺となり、次第に農業や水の神としての性格が強まり、山中は次第に修験道場から門前町へと変貌していった。明治時代に入ると、明治政府によって神仏分離令や修験集廃止令が次々と出され、その結果、 廃物希釈運動が起きたため、戸隠山県三寺は寺を分離して神社となり、創造は原則して神官となった。なお当時戸隠の寺院に建て祀られていた仏像などは、戸隠近隣の村の寺院などに現在も伝わり祀られている。2020年秋、老朽化によって建て替えられた戸隠神社駐車の大鳥居が完成予定。柱と島木をつなぐ補助には、 新型コロナウイルス収束を願い、薬病鎮静と記された。方向社各社の主催神は、地主神である旧統竜大臣以外は、天照大臣が弟である佐サ尊村の旅重なる飛行を嘆いて、天岩戸に隠れたため、この世に暗黒と悪心がはびこったとされる神話に、まつわる神であるが、それぞれがいつ頃から、現在の祭神を祀るようになったかは、必ずしも明らかでない。 しかし他の多くの神仏集合の神社とは異なり、祭神は、江戸時代以前から変わっていない。駐車前の三本杉駐車拝殿館ながらも、奥社及び九頭流社三道の途中にある奥社及び九頭、流社三道の杉並木奥社本殿、背後は、戸隠山の絶壁戸隠神社に向かう道を、総称して、戸隠道という、戸隠山への道として、修験者によって開かれ、 やがて一般大衆の産経道さらに流通路として整備された。都隠神社の門前町、宿坊群は国の重要伝統的建造物群保存地区に選定されている。ありがとうございます。